ただ政治家としてのキャリアはあの方の方が圧倒的に長いんですよね。そういう意味では私みたいな人間がどこまであの方を理解しきってたかっていうのはちょっと自信がない部分はあります。はい、それではよろしくお願いします。私の方から喋った方がいいのかな。まずは今日中国新聞だったり RCC がお越しだったりお越しなかったり、あ、お越しですね。はい、今日が私が市長として最後の記者会見になるかなと思います。なのでこれより後においてはまた新たな取材をしていただければと思います。もう何も申しません。ただただ社会の貢献としてその役割をしっかりと果たし続けていってほしいなと思ってます。今日なんか私の方から喋るべきポイントがあるの、さっき大概それらしい話はしてみたんですが、何か皆さんの方からお題がいただければ話してみようかと思いますが、いかがですか。改めてじゃあ4年間振り返ってよ、はい、またいつものように大きい質問で、はい、4年間振り返ってみて、まあ、さっきも言ったんですが、一期4年間でやらないといけないことは大体できたなというふうに感じています。それすなわち財政の持続可能性を急いで高める、財政悪化に歯止めをかけると、もう数字が示してある通りです。あのタイミングで手を打たなければもうこの4年間の間にも結構状況厳しくなってたと思います。なんとかそこから引き戻すことができた。さらには未来の投資、そちらに資源を振り向けることもできました。特に学校関連ですね、教育分野において1億から数千万円の単位で仕向けています。これらが特には大きな成果だったように思います。一旦ここらで区切りましょうか。やり残されたこととか先ほどお礼参りとはおっしゃってですね、あのバタバタしてしまったせいで本当にたくさん関係者の方あるんですが、ほとんどご連絡もできていません。なので大変申し訳なく思う次第です。まあ、幸いにして幾人かの方には、最後直接お話もできました。例えばサンフレチェ広島とかですね、仙台社長はもちろんなんですが、選手の方もちょっと話ができたり、 あとスキベ監督にも話ができました。2月の秘書期間の時にスキベ監督に次どうするのって聞かれてたんで次これですっていうのも最後報告ができて、はい、そこは良かったんですけど、逆にそれら以外は、特にこの市内においてもあらゆる事業者、まあ、共に事業を進めてきた皆さんに改めて心からお礼をお伝えしたいと思う次第です。事業をやり残してちょっとここがもうちょっとやりたかったとかっていうのはもうないです。そうですね、市長としてやるべきものはやったというさっきの表現なんですけど、その先ですよね。例えば議会が否決をしたものについては申し訳ないんですが議会の責任ですよね。市長の責任というのはその場合可決して執行権が使えて初めて市長なんですよね。なので議会がいらないと言ったものについては市長は四国としてはあ、いらないんですねって言って終わりです。その意味では、私の立場でっていうのはないですね。もちろんこの町の課題が山積している事実は変わらないので、まだまだ取り組むべき課題はあるんですが、それは1期4年の中でできるものでは到底ない。ここからさらに時間をかけてやっていくしかないものなので、それはまた次の
首相であり、その下で職員が取り組んでいくべき課題だと認識をしています。人選の方は蓮舫議員が表明をされたり、はい、まあ、過去最多の20何人で秋田としては考えられないような数の方が立候補表明されてますけど、はい、現時点で蓮舫議員ですに関しては受け止まれるということについてはいかがですか。まあ、過去最多の候補者という話だったんですが、政治において選択肢が提供されるっていうのは良いことですよね、はい、なので良いことなんだと受け止めています。もちろんその中に自分がいる、身を投じるというのは東京都民にとって良いだろうという選択肢を提示したい、その思いなので、きっと他の候補者の方々もそうなんだと思います。他はどうですか。広島テレビから、はい、よろしいでしょうか。広島テレビの岩田と申します。都知事にそのなられた時に、元秋田方市長というだけではなくて、その被爆地広島、平和都市広島出身の市長としてっていうふうになると思うんですけれども、これからもし何かそのあたりで進めていくお考えがあれば教えていただきたいです。何か何かそのあたりというのは、途中まで分かったんですよ、被爆地広島の出身ですよねと。そこからその今、はい、そのいろいろなその世界情勢、核兵器が使われそうな現状がある中で、はい、やっぱり日本の中心地の東京の、はい、まあ、都知事ということになった場合に、その何か平和をこう希求するようなこう、まあ、取り組みというか、なんかメッセージを発信していくお考えが、意地悪を言うつもりは全くないんですが、平和を希求するのはどの首長だろうと変わりません。東京都知事だろうと広島県知事だろうと秋田方市長だろうと全く一緒です。そして外交は国の所管です。もしもちょっと何か聞きたいことがあればどうぞ。なんかその被爆地広島に生まれ育った市長として何か、じゃあ私の方で解釈をして返すと、例えば広島、まあ、今被爆地という表現があったんですが、原子爆弾の恐ろしさというものについては、おそらく日本の中では詳しい類なんだと思います。それをもってただ何かしら特別なものを発信するっていうのは、その役割かどうかだと思うので、さっきの所感の話、自分的な話にするつもりはないんですけども、はい、ただ自分のマインドセットとして、はい、それはこれからも生き続けるんだと認識をしています。あともう一点が、未来への投資ということで、インターンシップ生を受け入れて、はい、いろいろされてきたということで、その都知事にもしなった時にもそういったものをしていく予定があるのかということと、あとは7月7日にその新市長の投開票があって、石丸市政前に戻るのか、それともこう何か次の市長に期待することがあれば伺いたいです。あ、全然違う質問が2つもあるんですが、じゃあ1個ずついくと、いや忘れちゃうんですよこういう時、1個ずついくと、もう忘れてるな、インターンシップね、はい、インターンシップはすごく簡単なのですぐできると思います。だって秋田方市でできたんですよ。こんな、ね、田舎の山奥にある町に、この前は定員が20名に対して140名の応募があったんですよ。東京都でやったら10万人くらい来るから、はい、なので東京都でそれを実現すれば、それだけでもものすごいエネルギーになると思います。で、2つ目が次の市長に期待するもの、さっき一通り言ったんですけど、この町のまだまだ残っている課題、それらを急いで解決していってほしいなと思います。こんなんでいいですか。いや、朝日の柳川です。本日は熊高議員が、はい、まあ、市長選立候補すると表明されましたが、まあ、熊高議員、まあ、市長には結構理解示されて、
まあ、他全員が反対しても熊高議員が賛成するということも、まあ、何度もあったと思いますけれども、熊高議員の出馬に関して何か思われるところもありますか。またまるっと投げてこられましたね。まあ、今の言葉を借りるならば、おそらく私も熊高議員を理解をしてた方の人間なんだと思います。ただ政治家としてのキャリアはあの方の方が圧倒的に長いんですよね。そういう意味では私みたいな人間がどこまであの方を理解しきってたかっていうのはちょっと自信がない部分はあります。ただ今お話した通り、これまでがすでにある方なので、これから先も変わらず役割を果たしていただけるんじゃないかなとは思います。特になんか応援されるとかそういうスタンスを取るのは応援、ただ自分自身がここから、ね、場所も動いちゃいますし、すごく忙しくなるので、現実的に何ができるのかなっていうのは不明です。未定というか、正直考えられてないですね。自分の明日1週間先ですらどうやってマネジメントしていこうかっていう状況なので、まあ何か相談があればそれに都度応じると、可能な限りは答えたいと思います。